はい、8月25日、3時13分というね、まあ夜中にチャートを見てるわけなんですけども、今日はですね、チャートを見ながら相場解説もするんですけども、その前に、講義ではないですけどもね、このチャートの見方の基本を何点かお伝えしておきます。まず一つ目なんですけども、私はね、1時間でやり取りをするんですけども、1時間でやり取りをするときに、まずね、大きな時間軸から見ていって、徐々に時間を絞っていって、最終的に1時間を見るという段階を経ます。もうちょっと具体的に言うと、1日足、これ今見えてるのが1日足ですけども、1日足を見て4時間足に視点を移していって、そして1時間足を見ると。そういうことによってですね、1日足はどっちに行ってるのかな、デイリーって言うんですけども、デイリーはどっちの方向に向かってるのかな、買いなのかな、売りなのかなっていうふうに見ていきます。で、4時間の方は、売りなのかな、買いなのかな、っていうふうに見ていきます。で、1時間の方はどうなのかな、っていうふうに見ていきますね。で、方向性っていうのは、上がるか下がるかしかないんですよね。上目線か下目線か。で、横ばいっていうのもありますんで、横ばいの時はちょっとね、手が出せないんですけども、買い目線に行ってる時は、買いで入ればいいし、売り目線で行ってる時は、売りに行けばいいし。それだけなんですよ。1時間で、エントリーするときに、エントリーっていうのは要するに、かけるってことですけどもね。ポジションを取るときにね、ポジションを取るって言ったらまた 専門用語って聞こえちゃうかもしれませんけども、ちょっとそこはもう調べてください。もう、キリがないんで。1時間でね、エントリーする、ポジションを取るときに、決めていくのは、売りにするのか買いにするのかってことなんですけども、その決断っていうのは、まず最初大きくは、デイリー見て、4時間見て、1時間見て、同じ方向だったら、同じ方向に、バイならバイ、セルならセル、かけていくってことになりますね。だから、高い時間軸から見ていくのって必要になってくるんですよ。よろしいですかね。で、週に1回は週足を見る。月に1回は月足を見るって形です。で、次はね、その次に何を見るかっていうと、なんていうんですかね。このチャートっていうのは、横ばいに見えるレンジっていうのとは、あと一方的に上の方に向かう、下の方に向かうっていうトレンドってのがあるんですよ。この2種類に分かれます。で、相場のほとんどはレンジです。ですんで見てるだけになるんですよ。で、エントリーできるのって、そのトレンドが発生した時なんですよね。じゃあ、トレンドが発生した時ってどこなのかなっていうふうな感じでいきますと、まずはレンジってのはどこかなっていうのはこれですよね。横ばいになってるでしょ。これも横ばいでしょ。他、横ばい、どっかないですかね。横ばい、ここも横ばいといえば横ばいかな。で、横ばいがすごく短いのがここです。ここも短いっちゃ短いですね。ここも一瞬です。ここも一瞬です。横ばいと言えるか言えないかっていうすごく短い間ですけども、さあ、ここで、箱で囲ったところが横ばいです。箱から、ロウソク足ってのは飛び出てないでしょ。で、飛び出た時がトレンドなんですよ。こう、一方的に同じ方向に向かってるわけなんですよ。で、これも一方的に同じ方向に向かってます。一方的に同じ方向に向かっていて、一方的な方向に同じ方向に向かっていくと。こういうふうにね。これもそうですね。こんな感じで。ここもそうです。で、ここはちょっと横ばいに向かうのかな？なんか横ばいに向かってる感じがしますね。まずこういうふうに箱と線が作れるかってことになりますよね。で、利益を取っていくのって、これなんですよ。箱を抜けてトレンドが発生したかなって思うから、こっから今横線引いたところからエントリーする、ベットするわけなんですよね。その繰り返しです。で、下に向かった。これは同じ方向に向かったぞと思ってエントリーするわけなんですよ。こういうふうにね。そうするとこの幅が取れるでしょ。この繰り返しなんですよ。何をかをやってるかっていうと。そうなってくると、ここがいかに大きく取れたのかわかりますよね。ここからここ。もしくはここ。ね。トレンドの方向、同じ方向にガーッと向かってるわけですから。で、ここも同じ方向向かってますよね。で、ちょっと落ち着いて、また同じ方向向かって、同じ方向、同じ方向向かって、なんだこれは。同じ方向向かってってことはね、繰り返しても、なんだこれは。向かってるわけなんですよ。ね。はい、それで今、デイリーを見たんですけども、ちょっとデイリーはどちら目線だと思います？もう一回開けましょうか。デイリーはどちら目線でしょ
これはね、ちょっと前まで下目線だったんですけども、今は横ばいに入りました。ね。今横ばいです、デイリー。横ばいというふうに私は見えますね。はい。では、4時間を空けました。デイリーをさらに6個に分けて、詳しく見ていけるってことになります。まあ、こうするとトレンドの発生ってどこにあると思います？わかりやすいのはここですよね。一方的に同じ方向に向かってます。その前ってのはやっぱりね、ちょっと固まってるでしょ？で、トレンドの方向に向かうのはここ。で、ちょっとこう落ち着きがあって、トレンドの方向に向かうと。で、ほんのちょびっと落ち着きがあって、トレンドの方向向かってると。で、あと以降こうですね。だんだんこう、上下の動きがちっちゃくなっていって収束ってことになります。その話は昨日しました。もうちょっと後ろまで引き伸ばしてみると、こんな感じですかね。こういうふうに、ボックス、横を並びのボックスっていうね、箱とトレンドって言って一方方向に向かっている線とに分けられるかどうかなと、この見極めができるかどうかっていうところが、チャートの見方の第一歩になってきますよ。ほら、こんな感じですよ。ね。箱のところは、揉み合ってるでしょ？上に行くのか下に行くのか分からない状態で横に向かってますよね。で、線のところっていうのは一方的に同じ方向に向かってますよね。この一方的に同じ方向に向かってるところにエントリー、要するに利幅があるわけなんですよ。で、箱から飛び出して同じ方向に向かうことをブレイクって言うんですよ、これ。これもブレイクです。これもブレイクね。ここもブレイクしてますよね。で、ブレイクしたところでエントリーするわけなんですよ。で、横ばいに入ったなと、揉み合いに変わったなと思ったら、イグジット。要するに、そこで利益確定するわけですよね。私がやってるのって、これだけです。今、何分くらい話しました？まあ、5分か6分話しましたけども、それを毎日やってるだけなんで、相場解説が、もうそんな長くならないんですよ。で、ここの箱と線のロジックを組み上げるまでに、基礎用語がたくさん必要だったり、このね、線の動き、テクニカルってやつですけども、これの理解がいったりするんですよ。例えば、ここをちょっと切り取ってみますよ。ここだけ。切り取ってみると、ペナントになってるっていうふうに理解ができます。ペナントってのはどういうことかっていうと、赤で書きますよ。こういうふうに、旅行のさ、ほら、昭和40年代の方でしたら、旅行先で記念品で買ってくるペナントっていう三角形の布のね、旗みたいなのがあるのわかるでしょ？ペナントって言って、どんどん収束していって、そしてあるところで、ブレイクってボーンと突き上げるわけですよ。上下に揉み合っていた力が一方向に炸裂しますんで。だから横ばいに入ったら、上か下かどっちかに抜けるのを狙うわけですよね。よろしいですかね。今日はちょっと丁寧にやってますよ。じゃあ、最終的に1時間を見てみるとどうなるかってことですけども、もう線引きますかね。これね。横ばいがここにある。ちっちゃいけど横ばいがここにある。これ横ばい、ちっちゃいけどあると。で、ここも横ばいということになりますね。で、トレンドはどういうふうに来るかっていうと、こういうふうに来てて、こういうふうに来てて、こう来て、こう来て、ね。利益を取れるところって結構あるでしょ？で、あとは、トレンドは発生してるんだけども、上下の振れ幅がちっちゃいと、これはなかなか利益が取りにくいところになってきます。この辺、この辺、この辺。上下には行ってるんだけども、これで利益を取るのは結構難しいですね。で、全体的には収束していることが分かりますかね。ここ。105円の135あたりに横線引くと、ここを抜けて、こっちの方に行ってるところってないですよね。次はここじゃないですか。で、どんどん幅が短くなってるんですよね。上の方もそうです。ここから来て、ここから来て、今、この辺ですね。で、今だから、上下の幅が瞬間的にこの間だけになったわけですよ。だから収束してるなって思うんで、こういうふうにね、線を引いていくわけですよ。そうなると、この上下揉み合いの、だん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 上下の幅が少なくなってきたところで力が溜まっていって、近いうちにボーンと一方向にブレイクするよっていうふうなことが多いんですよ。一方向にブレイクすることがね。ブレイクしないこともありますよ、もちろん。例えば今すごく怪しいわけなんですけども。はい。
ブレイクしないこともありますからね。ブレイクしないときにどうなるかを予測しますと、あ、赤になっちゃった。こういう風にぐにゃ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 来て、ぐにゃぐにゃ来て、ぐにゃ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 来て、ぐにゃぐにゃ来て、なんか知んないけども、ボラティリティが強くなったなと思ったらまた弱くなって、単なる横ばいに入るということですね。で、これがレンジってものになります。レンジってのはね、まあ、レンジっていう言葉の意味は調べてください。ここの箱の中みたいに、これがね、長引くことがあるんですよ。長引けば長引くほど、見てるだけの時間が伸びますけども、でも必ずブレイクします。どっかでね。で、そのブレイクがいつなのかってことを、過去のデータから推察していくのがテクニカルですね。だから過去データをたくさん知ってないと、なかなか当てることは難しいです。かといって、過去のデータをね、何日分も何週間分何年分も遡るわけにいかないんで、方法は2つあります。それは今日から経験を積み重ねていくために、3ヶ月後、半年後に勝つために、今日から毎日見ていくこと。もう一つは、テクニカルといって、坂田五法をはじめとしてね、ダブルトップとか、三尊とか、こういった、すでに、江戸時代あたりから、このチャートってのあるんですけども、形成された、常識法則。ほとんどそうなるよっていうふうなものを学習して覚えていくからなんですよ。まとめて言いますと、今日から経験を積み重ねていくこと。今日まで先人が築いた知恵に頼ること。要するに学習です。経験、学習。この二つのトータルの総和が多ければ多いほど、テクニカルでの勝率が高まるってことですよね。で、私は1年間かかって、まあ負けないようになりました。相場が見れるようになりました。見れない日もありますけどもね。まあそういうことなんですよ。まあですんで、これから始める方ってのは、今やってることっていうのが、きちんとね、今日一日をやれば、3ヶ月後とか6ヶ月後にそれが生きるんだな、というふうに思っていただきたいのと、で、3ヶ月とか6ヶ月待ってられないと思うんだったら、やっぱね、FX の本とかでも何でもいいんで買ってきて、もしくは検索を買ってきて、基礎的なところをね、きちんと暗記することですよね。暗記すれば、経験する、しなければならない、数ヶ月っていう時間を短縮することができるんですよ。で、そういうことによって勝率も上げていくことができるってことです。で、FX をやってて、長いことやってるのに勝てない人ってもう単純に暗記してないですね。覚えてないんですよ。だから最初はチャート見なくていいんで、とりあえずね、英単語覚えるみたいに、ずーっと暗記してください。暗記を。まあそんなことですね。それは避けれないです。基礎用語とか、私が話してる内容とかね、エントリーとか、エグジットとか、これ分かんなかったら、私の説明聞いても意味がないじゃないですか。で、私も一個一個今日みたいに細かく説明して話すと、とんでもない時間かかっちゃうんで、もう今日もすでに13分から話してますからね。これを私は3分とか5分に縮めるために、基礎用語はもう頭に入れといてください。入ってますよねってことを前提で、これからもやっていきますからね。今日みたいに丁寧にやるのは、また、珍しいことなんで、滅多にやらないと思ってください。それでは、13分になりました。失礼します。